お墓参りをしたことで運気が上がるなんてことを言います。それはご先祖様のことを偲ぶ時間が持てたからだと思います。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。ご先祖様のご供養、あなた、どうされておられますか？お仏壇にお線香をあげたり、大好きな食べ物をお供えしたり、お盆やお彼岸にはお墓参りに行ったり、いろんなご供養の形はあると思います。特にお若い方ですと、おじいちゃんもおばあちゃんもご健在で、ご親戚の方も皆さんお元気でまだ誰ともお別れしたことがないのかもしれませんよね。とはいえ、いつかは寿命が尽きて、ご先祖様をご供養することになってまいります。そうしたら、ご家族の皆様からよくいただくご質問に、亡くなった人にとってどうしたら良いご供養ができますでしょうかとかね、お経を読んだことがないんですけれども、お経を唱える以外でも何か喜ばれるご供養ってあるものでしょうかね、なんてね、ご質問されることがあります。それだけ大切にね、亡き人を尊ぶお気持ちは本当に尊いなぁとね、感心させるわけでございますが、中にはですね、もう10年以上ずっとご供養し続けておられる方ですとね、こんな質問をいただきます。いやー、こんなお供え物って本当はお供えしてもよろしいんでしょうかね。やってはいけない NG 行為って何かあったりしますでしょうかなんてね、こうやって聞かれる方も出てこられます。知らず知らずのうちに行っているそのあなたの行為、もしかして NG 行為につながっている可能性もありますよ。ということで、大切な亡き人へ向けて、より良いご供養をしていただくためにもですね、どんなことが一体 NG 行為、NG 供養になってしまうのか、間違いないご供養の仕方について、大切な亡き人が一番悲しむNG 行為3選解説してまいりたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいませね。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。大切な亡き人が一番悲しむ NG 供養とは、まず1つ目、ご先祖様のご供養をお寺任せにしてしまうということでございます。大切な家族が亡くなった後、毎月の月命日、私たち僧侶がですね、ご自宅へ伺わせていただきますよね。月命日のお参りとか、月参りなどと言っておりますけれども、例えば7月の15日にお亡くなりになったとすれば、お葬式以降の毎月15日には月命日といって、お寺のご住職様がご自宅に伺ってお仏壇の前で読経をさせていただきます。これを回向供養と申します。この月命日のお参りの際、私が伺った時に、私が一人でですね、お仏壇の前で回向供養させていただくことも少なくありません。まあもちろんね、ご家族皆様のご都合があるのも承知しておりますので、お仕事の関係やお時間の関係などで一緒にお参りをしたくてもですね、物理的に無理ということもあります。こういう場合は致し方ないんですけれども、花からね、ご住職様任せにされるご家族もおられるんですね。お仕事もお休みでお家にご在宅中にもかかわらず、お顔も見せてくれない大変残念なご家庭もございます。まあそういう時はね、少しでもご先祖様のご栄光を供養にね、意識を向けていただきたいという思いを込めて、できるだけ大きな声で気持ちを込めながら、栄光を供養をさせていただくなんてこともございます。親先祖様のご供養であれば、ご家族の皆様がその場に一堂に会する、そしてご生前中の感謝の気持ちを込めて手を合わせる。お亡くなりになられたご先祖様が求められていらっしゃるのは、ご縁ある人、今を生きる子孫たちからのその思いなんですよね。お檀家様の中には月命日の日を有給にされて、必ず手を合わせられる方もおられます。また、月命日のお参りの日程を数日前倒しにされて、土曜日か日曜日、あるいは祝日にご予定を合わせられましてね、ご家族の皆様一緒に一堂に会して手を合わせられるご家族、逆にお仕事から戻ってこられた夕方になんてね、臨機応変にご対応させていただくようにしております。まあこれはね、地域性とかご住職様のお考えなどもございましょうけれども、基本はご先祖様のご供養をお寺やご住職様任せにしないということでございます。どうか心を込めてね、ご供養させていただきましょうね。ちなみに、毎年1年に一度訪れるそのご命日当日のことを、小月ご命日と申しますよね。ぜひね、覚えておいてくださいませね。では、お次。大切な亡き人が一番悲しむ NG 供養2つ目。ご先祖様の存在を忘れ去られること。これは想像できますでしょ？私たち人間社会の中にあっても同じですよね。友人、知人にとって自分自身のこの影の薄い存在、ましてやご家族にあって忘れ去られるくらい孤独で切ないことはないでしょうね。時が過ぎればね、その存在すら忘れられてしまう。そんな悲しいことはありませんよね。ご先祖様も同じような気持ちになれると思っておいてくださいね。最初にご紹介した NG 供養一つ目のようにね、ご供養をお寺任せにする、ご住職様任せにしていると、ご先祖様は思い出す時間すら持てなくなってしまいます。月命日のように定期的にね、ご供養する機会に接するということは、強制的にでもご先祖様を思い出す時間が取れるということになりますでしょ。だから、NG 行為一つと二つ目、この完全にね、繋がっているんですよね。まあ、一回くらいお寺任せにして、ご住職様にご供養していってもらおうなんてね、軽い気持ちでお寺任せにしたところが、次の月も、いやー、今回もお願いしよう。そしてまだ次の月も、いやー、まだ今回も無理だわー、なんてね、悪癖のように休み癖がついてしまうなんてこともあると思います。そういうお宅では実際にこういうことがございました。私がですね、こんにちはーとね、月命日にお伺いしましたらね、玄関先で、あれ？あ、今日お父さんのご命日の日だったわね。すみません、お供え物も何も準備していなくて、なんてね、結果的に完全に忘れ去られてしまっているお宅もあったりするんですよね。日常のやらなきゃいけないことにこう追われてね、頭がショートしてしまいそうな人ほどね、お仏壇の前に座って静かに感謝の思いを手向ける時間を取りましょう。それが結果的にね、大切な亡き人が一番安心される OK 供養にもなりますしね、仕事も充実した毎日を過ごせることにつながってくると思います。大切な亡き人が一番悲しむ NG 供養2つ目は、ご先祖様の存在を忘れ去られるでした。ではお次、大切な亡き人が一番悲しむ NG 供養3つ目は、自分の個人的なお願い事をしたり、身内の文句や愚痴を言わないです。これはもう当たり前のことですよね。ただでさえ人の愚痴を聞くのは辛いですよね。それが愛する残された家族同士で身内の愚痴を言い合ってるとすれば、もしこれが私だったらね、もうね、死ぬに死にきれないと思いますよ。もう心配でしょうがない。ご先祖様というのは、ご両親とかおじいちゃんおばあちゃんとか、あと一番近い血縁の家族だった人ですよね。残された私たちが大切に思っている以上にね、親先祖様はね、残された私たち子孫がみんな仲良く協力し合って暮らしていることを願ってね、またそれを望んでいらっしゃるはずなんですよね。お仏壇の前やお墓の前に行ってね、わざわざ愚痴や文句を言っちゃいますかね。実はすごく悲しい NG 行為になっていることにも気がつかないなんてこともあるのかもしれないですけどね。まあこれは本当にね、大切な亡き人が一番悲しむ NG 供養だと思いますよ。綺麗なお花をお供えし、たくさんのお供物をお供えしたら、これでもうあとは何を言っても大丈夫じゃないんですよ。何はなくても気持ちが大事なんですよ。愚痴や文句を言うために手を合わせるわけでもないでしょ。どんな気持ちで手を合わせるのか、ご先祖様に何を手向けようとされているのか、そこに込める気持ちこそが大切なんだと思いますよ。ご祈願されるのは神様仏様へ向けていただきたいと思います。もしご先祖様に個人的な祈りを込める場合はですね、これまで合格するために頑張ってまいりました。私の頑張りをどうか見守っていてくださいませ。また、良い結果をもって、こちらにご報告に参らせていただきます。というね、願いを込められるのはよろしいかと思いますよ。昔からよくお墓参りをしたことで運気が上がるなんてことを言います。それはご先祖様のことを偲ぶ時間が持てたからだと思います。世話しない日々の日常にね、非日常の命の源流をたどる時間を作れたからだと思いますよ。これは私の完全な持論なんですけれども、同感していただける方も少なくないのではないでしょうかね。仏教には先祖供養を行うことで自分たちに徳が返ってくるという教えがあります。自分が行った行動が巡り巡ってね、ずーっと回って自分に戻ってくる、返ってくる。そう。因果応報、因縁果報という教えですよね。尊敬と感謝の気持ちを手向ける OK 供養を心がけて、日頃の平和や穏やかな日常の姿をお届けいただければ幸いでございます。その姿をご覧になっていただいて、その気持ちを受け止められて、さぞご安心なされるものと思いますよ。はい、ということで今日のまとめ。大切な亡き人が一番悲しむ NG 供養とは、まず一つ目、ご先祖様のご供養をお寺任せ、ご住職様任せにする。二つ目、ご先祖様の存在を完全に忘れ去られる。三つ目、自分の個人的な願い事をしたり、身内の文句や愚痴を言わない。いかがだったでしょうかね。もしね、自分が亡くなった時、子孫たちがみんな仲良くてね、元気な姿で、そして真心を込めて思いを手向けてくれたらね、それだけで安心、もう何の未練もなく、間違いなく成仏できると思いますよ。何事も因果応報ですからね、あなた自身もよりハッピーに前向きに過ごしていただけますように、ぜひ実践してみてくださいね。今日の動画が良かったと思っていただけたらね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。感謝と畏敬の念を込めて手を合わせていきましょうね。